70、80、100って、はい、今月もね、また100突破するような感じで、はい、まあ、来られてるってことなんですけども、皆さん聞いてくれます？会員サイトにですね、こういうチラシの方が何個もあって、もうね、写真当てはめるだけで完成しちゃうんです。この反応くれるチラシが、衝撃的な話でした ね。カメラ外で喋ってくれたけど、高額セミナーで騙されてたから、行くの躊躇したとかって、それは躊躇しますよね。開業前からね、交代行くってなかなか勇気あることかなと思うんですけど、それ選んでくれてよかったっすよ、ほんまね。出るのが目標やって言われてたから。本当に100万はね、頑張れば誰でも行くっていうのを証明してくれたかなと思うんで、気合でね、ポスティングしまくっても100万なんか行くんで、どんなね、チラスを使うのかとか、どういったタイミングでどういった場所に巻くのかとか、そういったことをね、ちゃんと知ればいけるんで、ぜひまだ到達してない人は、この木戸さんの動画を見てですね、いろいろヒントを掴んでもらえたらなと思います。はい、では、兵庫県の西鈴蘭台ですか、ここは。はい、そうです。開業されて8ヶ月かな、木戸先生と今日は対談を送っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず初めにちょっと自己紹介を簡単にいいですか、お願いして。神戸市北区で整骨院を営んでいる木戸と申します。お願いします。お願いします。名前は整骨院だけど保険もやってるんですか？保険はやってるんですけれども、うん、今現在はほとんどやってないような感じです。じゃあもうほぼ完全実費って感じですよね。そうです、はい、ほぼ完全実費なのにもかかわらず整骨院ってつけたんですか？前勤めてたところが整骨院だったので、うん、前と同じようにやり方がわからなかったので、はい、同じ形にしました。なるほどですね。まあ、じゃあ特に深い理由はないって感じですね。あ、そうです、はい、まあ、そうな、静かそうなみたいなね、印象今持たれてるかもしれないけど、元すごいんですよね。元肩書きをちょっと言ってあげてくださいよ。元プロボクサーです。おーら、すごい。プロボクサーでもいろいろあると思うんですけど、プロボクサーなって合格して試合しないって人もいるんでしょ？はい、あ、います、います。実際どうなんですか、木戸さんは。プロで12戦やりました。この前武井さんが世界チャンピオンになったの9戦目で世界チャンピオンになってるじゃないですか。はい、そうだ、なっててもおかしくなかったわけじゃないですか。実際12戦して何勝何敗とかだったんですか？4勝6敗2分けですね。うわー、また反応に困るような感じですけどもそ、ね、はい、その成績っていうのはどうなんですか？いい方なんですか？いや、良くないですね。やっぱ負け越しなので。そうなんですね、はい、いろいろ怪我とかもなんかありの。この目がよく切れやすかったっていうところぐらい。あ、傷あるんですか、それ。はい、おー、やめられて10戦の世界に入ってたんですかね。あ、そうですね、はい。修行時代どれぐらいあったんですか？修行時代は25歳から30歳まで修行して、そこで一度辞めて33頃からまたこの世界に戻ってきて、空白の3年何やってたんですか？空白の3年間は介護したりとか予防の仕事をしました。まあ、なぜちょっとこう離れたくなったんですか？最初勤めてたところが保険のみだったので、低価格でやってるっていうのと、あと先生ここみたいな感じでされたのが一番自分に傷ついたんで、もうやりたくないと思って離れて。でまた戻ってきたきっかけって何なんですか？介護やって何か合わなくて、ボクシング雇った時の応援している人が、はいはい、そんな雇ったらあかんっていうことで、うちで働けっていうことで土木の仕事したんですけども、はいはいはい、その社長からも、お前はこれ向いてないと、うん、免許持ってるからもう一回やれとはいはい、はい、ということで戻ってきました。でそこでいきなり開業ですか？いや違います。そこでまた8年仕事をして。ほんなら、はい、トータル13年仕事して、はい、してます。で何歳で開業したんですか？41歳ですね。41歳で開業、はい、8ヶ月経っての今って感じですね。あ、そうです。いや、なかなかすごい経歴じゃないですかそうですね。実際そういう状況で開業を決められて、はい、そこで僕多分出会うことになったのかなと思うんですけど、はい、のメソッドを受講する前って、はい、どんなことに悩まれてました？まだ開業前だったと思うんですけど。整骨院で勤めてたことを、うん、まず実費の取り方がわからない。はい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 。保険メイン、保険プラス自費でやってたんで、高、うんうん、単価でやるにはどうやったらいいんやろうなっていう。同じとこで働いてた方たちも、やっぱり同じようにやってて、はい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 、結局売り上げ上げるんは数見ないといけないっていうことをやってたんで、これ多分年齢いったらもう無理やなって感じ。はい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 、そこで前川先生を知って教えてもらおうと思って、うん、なるほどですね、はい、じゃあ今まで学んでたところのやり方ではちょっと自分の理想は叶えられないなみたいな、だから違うことしようと思ってってことですね。はい、そうです。でも面白いですね。違うことやりたいのに同じように名前つけちゃったんですね。何やっていいか分からなかったのでもう同じようにやっぱりしてしまいました。違うことをねやろうと思って、はい、僕の講座選んでくれたってことなんですけど、はい、知ったきっかけとか、はい、最初僕のことを見てくれた時の印象とかってどんな感じだったんですか？整骨院時代に美術セミナーに行った時に、ほうほうほう、なんか談笑してる時に前川先生の話になって、うん、そこから YouTube を見るように。すごいじゃないですか。その談笑の時はどうなんですか？いい風に言われたんですか？それともなんか悪口を言われたんですか？その方も言ってたのでいいように言ってくれてたんですね、その方が。はいはい。ちなみに誰ですか？豊田先生です。
ああ、そうなんですね。だから仲いいんですね。あ、そうです、そうです。ああ、そういうことなんですね。それで、僕の動画とか見てくれたんですか？そうですね。どんな印象でした？ちょっと怖いようなイメージが僕はありました、ね。なんでそんなイメージを持つの？こんな爽やかで、はい、こんな人思いの雰囲気がこう滲んで出るかなと思うんですけども、なんでそんな風に思われるんですか？ズバッというところが、で、あと、仏のド S って書いてあるんで、はいはいはい、ちょっとド S なんかなと思ってました。でもそんな仏のド S な、こう、ド S そうやにもかかわらず、はい、なぜ入ろうと思ったんですかね。甘い環境やったら多分無理かなって思ってたので、うん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 、やっぱきついとこに行った方が、多分売り上げ上がってくるのも早いんじゃないかな。なるほどですね。実際こう、お会いさせてもらって何度か交流を持たせてもらってると思うんですけど、はい、印象とかありましたか？印象変わりましたね。どう変わったですか？すごい優しいイメージがもう今あります。またもうありきたりな、もう優しいと思ったなんか具体的ななんか出来事とかってあるんですか？すぐ気がついてくれることと、あと懇親会行った時とか、うんうんうん、すごい細かいこととかすぐ話してくれるんで、うんうんうん、結構こんなところもあるんやなって意外な一面が、はい、食べますとか、あ食べますとか、あめっちゃ細かいな普通やろそれで懇親会食ってなかったらねだからそのこれすらも言ってくれないありそうやな、うん、他にもいっぱい講座あると思うんですよ、はい、そこであこんなマーケティング言ってるやつがいるんだってことは他にもいるんじゃないかなと思って他を見たりとかもあるかと思うんですけど、そんなのなかったんですか？一番 YouTube とか、うんうん、SNS とかでも露出度が高かったんで、うんうん、多分その時に僕見たから一番じゃないかなって正直思ってそれで選びました。なるほどですね、はい、そうかそうか。実際にこういった本質を私の公式メルマガでは伝えていて、こちらの1万人以上の方が登録している公式メルマガでは、私が開業6ヶ月で売上2万という全くの経営初心者から9ヶ月で100万達成、1年で200万達成、その7ヶ月後には回数券を使用せず週休2日半で336万達成できた方法を配信していて、白イン集客を継続してやりきれる環境を用意しています。そして公式メルマガ登録者1万人 YouTube 登録6600人達成記念で最新ノウハウを公開しております。最新ノウハウではチラシ&ホームページ集客、 SNS 集客、この速攻型と積み合い型を組み合わせた超ハイブリッド集客、リピート率8割超えの最強問診術、高額メニュー販売動線、継続課金モデル、秘密にされてきた思考術、白イン集客完全攻略、合計スライド238枚、リピート率8割強を実現する24ページの特別マニュアル、私が監修したゼロから始める一人白イン経営動画教材360分、前川正治が実際に使用したチラシ3種、誰でも実現20分1万2000円の治療を実現した秘密のポイントセミナー映像160分、これら合計15個のプレゼントを新メルマガで無料配布しています。また1万人登録記念で100万達成者が続出した特別セミナー映像 SNS 集客完全攻略55分、あらゆる条件で100万達成者が出た実践した映像まとめを配布しております。合計178ページ以上、計15個の無料特典、特別動画教材100分が欲しい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今のうちにこの動画の概要欄にてメルマガ登録をしておいてもらえればと思います。そして1記事5000文字以上の記事をすでに100記事以上公開しており、現時点だけでも50万文字以上の前川雅治の初心者のための集客ブログ、白イン集客に必要なノウハウをつぶやいている Twitter、 これらを含めた計15個の無料特典、特別動画教材100分がありますので、なくなってしまう前にぜひ以下の公式メルマガから登録しておいてもらえればと思います。でもここからね、皆さん一番聞きたい部分だと思うんですけど、はい、実際こう開業前に入られて、はい、開業前に入ってマーケティングを学び出して、大体何ヶ月目ぐらいから開業したんでしたっけ？2ヶ月後ですね。じゃあ講座入って2ヶ月勉強して、はい、そこから開業スタートですよね、はい、どんな感じで売上効果が出たとかって推移覚えてますか？あ、覚えてます。そう聞きたい、はい、まず初月どんな感じだったんですか？初月の19万です。おお、そんな2ヶ月も勉強した上でやったのに、はい、やばいじゃないですか。これはちょっと訳があって、おう最初言われたことに素直にできなかったんです、うん、ほんまかなと思って、前は先生やからできるんちゃうかなって僕はもう正直思ってたので、はい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 、はい、で19万でしょ、うん、でそこはどういう風な感じで100万までいくんですか？2ヶ月目が40万です、うん、このままやともう絶対いかへんなと思って、うん、そこからもう意識して動くようにしました。その次の月が確か60万、うん、70、うん、70、80刻んでって、はい、ほんで100来て、はい、でね、今撮影してもらってるのが今5月の23なんですけど、今月もねまた100突破するような感じで来られてるってことなんですけども、はい、ここを聞きたいんですよ。まず何がどう変わってその行動量を増やそうと思ったんですか？まあ、このままでは間に合わない、100いかないと思ったから行動力を増やしたってことなんですけど、それになんで気づけたんですか？
会員サイトとかの日報の報告っていうのを見てると、他の先生たちのこの動きが、自分よりもだいぶ動いてるなっていうのを気づいたのと、売り上げだいぶ高い先生でもだいぶ動いてたので、このままやったら絶対行かへんなと思ったのと、講座行くと皆さん優しくて何でも教えてくれるんです。教えてくれた人たちのためにも達成して恩返ししたいみたいな、そういうのがあって、なるほどですね。頑張ろうと思って、せっかく教えてくれたのに、このまま低いままやったらあかんなと思って、そこで動くきっかけになりました。伊藤さんの中でやっぱりその売り上げ高い人の動きを知った時に、結構全然違かったんですか？全然違いましたね、でも自分の中では当時やってる気ではいたんですよね。やってる気ではいましたね。だからこれでやってるよと思ってたけども、実際蓋を開けてみると全然やってないやみたいな、はい、でもその現実を突きつけられた時に、うわ、俺にはやっぱ無理やって思う人が大半だと思うんですけど、そこで、いや、あれぐらいやろうと思えたのはどういった理由ですか？やっぱりこうサポートもらってたからですか？サポートももらってましたし、土木介護やって、無理やったので、もうこの仕事しかないわっていう、失敗するわけには絶対いかなかったので、とにかく必死になったっていうような、そこからまあ必死になっていろんなものが変化していくと思うんですけど、集客部分からお伺いしたいんですけど、集客数ってどれぐらいまで増えたのか、でどんな施策を取ったのかとかって教えてもらっていいですか？まずチラシなんですけれども、それまではここに作ってもらったチラシで、そこそこ来てたんですけれども、結局続かないっていうことが続いていました。メソッドのチラシを巻き出したら来てくれるし、工場で決めてやってるんで、しっかり治るまでの過程を説明できるので、リピートもちょっと上がってきたっていうか。じゃあどれぐらいの数字が取れてるんですか、今集客として。チラシだけで見たら1万枚巻いて、前月が8ですね、じゃあ1000あって1あるかどうかみたいな感じが、でもそれでね、リピートしてくれるのは全然でかいですよね。そうです、で今ねちょっと1個だけチラシを拝借させてもらったんです。これが今巻いてるやつ、昔のやつですか？これちょっと昔のやつです。今ちょっと膝メインでやってます。そうかそうか、じゃあちょっと違うやつですね。でもこれは結構反応良かったんですよね。反応めっちゃ良かったですね。こんな感じなんですけども、これってどうやって作ったんですか？会員サイトにあるテンプレートに自分の写真を当てはめたっていうような形です。皆さん聞いてくれます？会員サイトにですね、こういうチラシの方が何個もあって、もうね、写真当てはめるだけで完成しちゃうんです。この反応取れるチラシが何パターンぐらいありましたっけ？16パターン。何パターン使いました？4つです。ほらね、これ分かります？16パターンあるうちの4つ使うだけで100いけるんですよ。16パターン作ったらどうなんねみたいなね。ああ、そうです。めっちゃすごいと思います、これ。チラシ以外にもいろいろされましたか？ TTC と、ほう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 。地域紙と、だけですね。なるほどですね。いろんな媒体合わせ、トータル月平均どれぐらいの集客数になってるんですか、今。チラシが8で、TTC が大体5人ぐらい。あと地域紙、地域紙がね、結構ちょっと2か3は絶対来てる。あと紹介とか。15から20が来るようになっちゃってる感じですね。あ、そうです、そうです。めっちゃでかいですね。めっちゃでかいですね。伊藤さんの中で、広告作るとき、どうやって作られてるんですか？僕だって、テンプレート用意してるのって、チラシとか、インスタ広告とか、LP の方とかじゃないですか、この地域紙とかと用意しないと思うんですよ、応用してされたから地域紙も当たってるのかなと思うんですけど、どんな考え方をして広告って作られてますか？相手が何を考えてるか、どういったことで困ってるかなっていうことを特に考えています。具体的に例えば階段で登るときに痛いとか、降りるときにとか、立ち上がるときに痛いとか、そういうのを、広告の目を引くところに置いてですかね。ここまでね、動画見てくれてる人って僕のいろんな動画を見てくれてると思うんで、そういう悩みを書くとかって分かってる人が多いと思うんですよ。でも反応してないんだっていう人が結構いると思うんですね。で悩みされて階段のとかでね、書いてる人いると思うんですよ。腰が痛くて朝が辛い人とか、やってるけど取れないっていう人いると思うんですよ。なんで取れてないと思います？伊藤さんから見られて。言葉を広告にしているっていうだけな感じがしますね。講座に入ってから本当に困ってるっていうのをよく考えて、これかなと思って出して、また何かあったら変えてっていうことをちょっと繰り返していったら、ちょっと反応が出てくるようになったとは思ってます。なるほどですね。これで結構あるあるで、自分はこれが困ってるんだろうと思って書いても、実際のお客さんからしたらそこじゃないねんっていうことがね、結構あったりとかしますし、で言葉だけじゃなくて使う画像とかお客さんの声の質とか、そういったのによっても印象ってすごい変わってくるんで、結構集客できてない人ってそこがなんかバラバラやったりしますよね。ヘッドラインはちゃんとそれで書いてるけど、お客さんの声でちょっと違うのがあったりとか、ヘッドラインめっちゃ重視やのにお客さんの声浅かったりとか、だそこでやっぱ信用を失ってる人がすごい多いなと思うんで、何やかんや木戸さんの広告ってその辺ちゃんとしてますよね。そうです、ね、
そういうのを考えながらやらないと、やっぱなかなかね、集客もできないし、やっぱリピートも取れないと思うんですよね。ヒロさん、リピートはどんな感じなんですか？今月が上がってきて、90% ですね。うおー、すごいじゃないですか。何が変わったんですか？一番変わったなと思うのは、うん、今まで保険でやってて、うんうんうん、お金がだいたい3000超えることがなかったので、今7700円でやってるんですけれども。倍やん。そうですね、はいはい、先月ぐらいまでは申し訳なくやってるなっていうのをなんかボイスレコーダーで聞いたら思って、それを修正したって形ですね。結局言うんやったらもう自信満々に言おうと思って開き直ったって感じです。それでリピートが上がったんじゃないかな。そのマインドが変わるきっかけの出来事とかってあったりしたんですか？そんななく、もうボイスレコード聞いててそう思った感じなんですか？ボイスレコーダーと、うん、あとは値段言った時にちょっと不安そうな顔に顔色が変わったように見えたので、はいはいはい、自信満々に言おうっていうのをとゆっくり言おうっていうのを決めてやったら変わった気がします。なるほどですね、はい、だからメガネも変えたんですか？見え方変わるように。そうですね、よく覚えてます。適当に言いました今。すいません。でも大事ですよね。やっぱりどうせなら自分がお客さん側だったら絶対堂々としてほしいし、はい、自信満々にしてほしいですもんね。はい、目ね切った時にこう塗ってくれるドクターがね、ごめん痛いかもしれんよ、ちゃんと塗れるか分かれへんよってやってきたらちょっと不安ですもんね。だいぶ不安です。ね、はい、だから治療家さん結構多くて値段のブロックある人ってやっぱそういったことも考えないといけなくて、それを受けているお客さんがどんな気持ちになってるかって絶対考えないですね。それができるようになったら集客もリピートも結構うまくいくんで。で、実際こう、ヒロさん毎回ちゃんと講座も来てくださって、イベントとかも結構来てくれるじゃないですか。合宿とかも。はい。いろんなところに顔を出していただいてるわけですけども、だそういった講座入ってから、印象的だった出来事とか、内容とかってあったりしますか？まあ、100万行くきっかけになった、淡路島の、あの、マサハル会ですね。はい。なんであれがきっかけになったんですか？マサハル会なんすか？そもそもみんな知らないと思うんで。受講生限定のお酒を飲む会です。ハル会では木戸先生がおっしゃった通り、リゾート生さん限定で、全国各地でお酒込みの課外授業というのの飲み会でございます。なるほどですね、はい、その青字会その何がきっかけになったんですか？達成された先生方が来てて、なんで達成できたのかっていうのを聞いてて、うちに細かいなと思って、次の講座までに100万いくように1日何歩か計算した方がいいよって言われて、それで計算して1日だいたい6万7000ぐらいですかっていうことを計算して取り組んだ結果ですね。そういうヒントがあったんですね、あの飲んだくれてる時に。あ、そうです。最初の30分ぐらいでしょうね。あんなずっと飲んでますもんね。そうです。でもどうですか、木戸さんにとってそういう環境って大事でした？めっちゃ大事やと思う。一人でやってるんで、誰にも聞けないっていう環境がちょっと怖いので、聞けるっていう環境、しかも自分より上の先生に聞けるっていうのはだいぶでかいです。なるほど。実際じゃあ講座に入ってなかったらどうなったと思います？多分100万も絶対達成、まだ先やと思うので、もう日々お金に困ってるんをイメージできます。はい、なるほどですね、はい。私も困ったことあると思うんですけど、はい、苦しんでた時の自分に声をかけてあげるとしたら、どんな言葉をかけてあげたいですか？あの時、講座に入るきっかけとなったワンデーセミナーに、あの選択は正解やったと言いたいです。かっこいい。さすがプロボクサー。はい、ありがとうございます。さすが。最後にですね、はい、と今100万達成したけども、ここで終わりじゃないじゃないですか。はい、ね、いろんな経験をしてきて、ね、いろんな思いをしてきて、これからまだまだ大きいものを見られていると思うんですけども、今後の夢とか目標とかあれば教えてください。まず150万は確実に出したいなと思っているのと、その先200万、300万上げていって、この治療院以外じゃない仕事っていうのを一回やっぱり手を出したいなって思ってます。おお、いいですね、いいですね。はい、一回無理やったので。なるほどですね、リベンジですね。はい。いや、いいじゃないですかね、自分自身いろんな経験をして成長した上でまた何かやるってね、結構面白いと思うんで、まあその時も密着させてもらえたら、はい、はい、と思います。はい、では今日はですね、元プロボクサーの木戸選手にあのインタビューをお願いしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。木戸先生お疲れ様でした。ありがとうございます。どうですか、インタビュー緊張しました？あ、やっぱ緊張しましたね。、はい、木戸先生ずっと出たいとおっしゃってくださってたんですけど、イメージあったんですか？やっぱりそうやってイメージした方が目標にこう届くって思ってるんで、それでも出たいと思ってくださってたのがすごい嬉しいなって言ってました。はい、はい、今月も引き続いて100万いけそうですけども、もう結構100万いけるイメージは安定しましたか？まだ安定してないので、やっぱり必死こかないといけないかなと思ってます。はい、でももう100万落としたくないですね。もう落としたくないですね。いいですね、はい、
最後に、まあ、本当木戸先生みたいにこう開業前からね、はい、何とかしなきゃと思っている方とかに、はい、何かメッセージがあればお願いしてもいいですか。講座来るのは絶対いいかなと思ってます。なんでかというと相川先生も教えてもらえるし、あとは成功している方たちの話てるので、僕の場合は一人やったら信じきれなかったので、何か聞いたらあやっぱ同じこと言ってるっていうのをこう確認しながらやっていくような感じだったんで、大丈夫、これでいける、これでいけるっていう感じでやっていけたので、この確認ができるだけでもやっぱ全然違うかなと。環境が大事ですか。環境大事だと思います。はい、一人だったら結構、ね、大変だったかもと、ね、おっしゃってますもんね。そうですね、はい、ありがとうございます。だからこれからもね、もちろん100万を安定、もしかもそれ以上であったり、はい、違う目指していかれること楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。今日お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。